竹内正都は、日本の細胞生物学者、発生生物学者、細胞接着分子カドヘリンの発見者として知られる。2002年から、理科学研究所発生、再生科学総合研究センターのセンター長、グループディレクターや、動多細胞システム、形成研究センターチームリーダーを務めた。現在は、理科学研究所生命機能科学研究センター、 客員士官研究員、理科学研究所名誉研究員、名古屋大学特別教授、京都大学名誉教授、日本学士院会員、京都大学理学博士、愛知県森山市出身、石油化学系障子会社経営の父のもと、愛知県東カスガイ郡森山町で生まれ育ち、小学生の時に名古屋大学付近に転居する。 父の会社を継ぐことを考え理工学部も受験したものの幼少期から興味のあった生物を学ぶため、進学者がわずか4名だった名古屋大学理学部生物学科に進学。就職活動を行ったものの、生物学科への求人は少なく、すべての会社に落ちたため、大学卒業後は名古屋大学大学院理学研究科修士課程に入学した。 名古屋大学大学院では、動物学講座の江口五郎助手のもと、鳥肺の研究を行っていたが、江口助手が、京都大学生物物理学教室の岡田雪人教授の研究室に助教授として赴任したことに伴い、名古屋大学大学院博士家庭在籍のまま、京都大学の岡田研究室で研究に従事。京都大学助手を経て、岡田教授の助言を得て、 細胞接着の研究のため、1974年からカーネギー研究所発生学部ディック・パガの研究室に留学。1976年に京都大学の岡田研究室に戻り、その後カドヘリンを発見した。ありがとうございます。